E040 はやっていきましょう。ぜひ皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー。代役でババアどうして状況が読めなかったのでここを離れてもらいました。てめえはなんでここに残ってんで、話し合いにしちゃ肝心のやつが足りねえぞ。ですね。なので今は男と女を二人きりにさせてあげるための時間稼ぎですかね。かっこよ。おこの野郎算して、てめえじゃ役者不足で、この野郎石マジで、ちょっと待って、何これ。探し物はこれですか。おお、商品は正気を読んで何事も先回りしておくものです。あった、僕もそうですよ。てめえヤバすぎやろ。昔から僕は人間の友達は少なくて、代わりに人以外の友達は多いんですよ。うーわ、綺麗だと思ったら、宇宙が今やあなたの敵だ。まずはゾッタムシの歓迎をどうぞ。くっそかっこいい。なんだ今の。おい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 、始まって速攻でこれはヤバくね。おっと、てめえ、この野郎、かっこよすぎじゃねえか。リアクションが、追いつかない。全くもって、追いつかない。何、今のイケボ。おっと、探し物はこれですか。上から岩落とすかなって思ったりして。ハンターじゃないけど。ブック。僕もそうですよ。あ、かっこよ。怖え。僕は人間の友達は少なくて、代わりに人以外の友達は多いんですよ。森中が今やあなたの敵だ。まずはゾッタムシの歓迎をどうぞ。おお、やばいわ。好きなキャラランキングどんどん上がっていく。おっとっと、たまらん、たまらん。おお、来た。幼い頃の僕にとって世界は地獄のゆりかごでした。おお、耐えることなくどこに行っても何を言ってるかわからない声が聞こえ続けていて、それが生まれ持った音調、言霊の加護の効果だったことは幼い僕には知る由もありませんでした。加護、あら、めっちゃ今のにとったな。お父に兄弟か、遊ばないの。僕の異常を両親は理解しようと努力してくれました。でも加護を持たざる者には決して理解できません。広いとこやねよ。はいはい、金持ちではあるね。声は届かなくても文字だったら意思疎通ができるかもしれないと気づいてくれたのは7歳上の兄でした。ああ、そういう、喋れんかったんや。すごいね、聞こえも小さいもんな。いやー、これ嬉しいな、嬉しいな。声を開けて泣いたのは生まれた時以来だったかもしれません。うわー、いや、これ嬉しいわ、これは嬉しいわ。10歳になった頃、なんと、無意味だった声が意味を持つ声に変化し始めたんです。すげー、動物の言葉がわかる。おう、喋ってんじゃん。もうすぐ雨降るって。え、おお、すげー、虫の知らせだ。その力はすごい、すごいと思うから人目のつくところでゾッダムシと話すのはやめるんだ。どうして。カゴは世界からの祝福だけど、それを利用しようってやつもいる。カゴの力は隠すんだ。だからフルフ、これからは人前じゃ話せないんだ。わかりました、おっちゃん。すごいね。あのちっちゃい子か、走り回ってた。うわー、ああ、お、本当だ、ゾッタムシ。うおい、それはやりすぎだ、それはあかんわ、それはゾッタムシ野郎だな。僕は加護を封印し、はいはい、二度と使わないと決意したんです。へえ、やべえな。そして15の時、どう、カナ、お前が彼女と一緒にいたの分かってんだよ。
ちょっと待ってくださいよ。このゾッタムシ野郎。ゾッタムシ野郎。おお。僕が突き止めてやりますよ。見たよ。おお。イケボ。イケボ。にゃん。よ。わかりましたよ。君はどうやら8番目の恋人です。ひどい。誰かあいつを殺して。うわ。町の権力者の娘を敵に回し、故郷を追放されまして。そっか。思いがけず行商人として独り立ちしてがむしゃらに頑張りました。この地流もいつか自分の店を持つんだと心に決めて。親とか関係ねえな、自力でやってんな。頑張れオット。おお。いけいけオット。あ、好き。腐らずにこうなれるのすごいわ。おやおやおや、そんなに急いでどちらに行くの。そんなそんな出会いある。舌噛んでるけど。オートモード自殺やん。です。死やん。なんだこいつ。あーおっと。いや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 、うわ、ここはそっか。おわーお。おお。え？兄ちゃん運がええな。我らが来んかったら殺されとったぞ。わお。大将の坊主に感謝せなあかんな。大将の坊主。あ、我らの大将や。兄ちゃんにしたら命の恩人やな。ああ。つながったつながったつながった。はいはいはい。その人にも。泣くんやったら隠れて泣きや。男が人前でメソメソしたらあかんぞ。かっこよ。泣く？うわあ。くそ。なんだよこんな。よかった。僕の人生は涙を流すたびに生まれ変わることを実感する。この世に生を受けた一度目の産声、家族の愛を知り自分の心の在りかを知った二度目の産声、そして死の絶望とすれ違い生きる目的と意味を理解した三度目のこの日。うわーうわー。本当はこんな時間稼ぎ頼まれちゃいないんですけど。うわ、友達のためですからね。すごいね、すごいわ。おっとやべえわ、マジ好き。すごいの来てる。だから分かってますってば。それも計算予定通りなんですから。死んじゃうの、かわいそう。お願いですから悲観的になるのやめてくれませんかね。何使いすぎ。使い続けてるとこんなになるんですか。僕のカゴ困りもんですね。松木さんはエミリア様と話ができてますかね。なんこのいかつい曲。オットーに合ってるわ。でも超かっこいい。見つけた。出た。うおお。やべえ。ちょっと待って、かっこよすぎるんだけど。痛快な役をもらったんです。そう簡単には捕まりませんよ。うーわー。どんどん株上がりまくってる。止まらねえよ。やばいなぁ。うわ、変な波だれだ。かっこよすぎるわ。してくださいよ、させんね。うわっ、いってぇ。もう二度と何もやらせやしねえ。まだ勝負わからんだっか。言ったぜ、何もさせねえ。正直驚いてって、ここまでやれるたら本気で思っちゃいなかった。それはそう。許せ、俺様は男につまらねえよ真似をして。やれるだけのことはやれましたかね。とっとと石を返せ、もう十分だろうが。おお。じゃあね、起きた頃には全部片付いて。僕の個人戦はここまでってことにしましょう。個人戦は。おお。じゃなくてやるな。マジか。無様で見るに耐えない姿だ。すごいな。死力を尽くして戦った人にいくらなんでもあんまりではないですかね。おっしゃる通りで。死力を尽くしたその低たらくで。こんな癒しの要素と無縁のメイドさん初めて見た。ダメ。
そっちに作ってんだ。ロズワールの野郎の意志に背くってことじゃねえのか。主の悲願のため全力を尽くす。おっと。ただしラムのやり方でね。ラムも容赦ねえな。ここで俺様を止めてる間に何がどうなるってんだ。曲もすげえな。ずっと野郎に信じる価値があんのか。松木さんに価値、価値の有無って話になるとないんじゃないですかね。ただどんな花がつくのか楽しみに虫を払って剪定して、今はそんな気分ですかね。おお。正直マルシの何にそこまで期待するのかラムにはわからないわ。弱くて使えなくてお茶一つまともに入れられない無能だもの。それは言い過ぎでもないかもしれません。でもないかも。マルシはここ一番の時妙にタイミングのいい男だわ。おお。間がいいだけの男、それがバルス。木を見たとバルスがそう思って行動に移したのなら、それが価値を拾える唯一の目よ。すごい。なんだでラムさんも夏希さんを信頼しているんですね。ラム様よ、すごい攻撃的なデレ隠しだ。ちょっと待って待って待って、デレ隠し。それが価値を拾える唯一の目よ。なんだんだでラムさんも夏希さんを信頼しているんですね。ラム様よ、すごい攻撃的なデレ隠しだ。こいつらいいコンビだな。おーっと来るぞ、こっからよ。この二人でなんかコンビ組んでほしいな、芸人として。ラムさんやる。でかい分スピードが遅いか。殴り合いでラムに勝てたことが一度でもあったかしら。おー、かっこいい。ラム様、うおー、マジで斬撃だけじゃなくて、おお、なに、なに、強くなったのね。は、何やったの。なんか殴ったように見えなかったけど。おお、やべえ、そっちでやられた。おお、やばくね。無茶だけはしてくれんなよ。いや無茶しかできないよこんなの。今は俺の役割を果たす。ああ、俺音好きだな、めっちゃ好きだな。ああ、好き、めっちゃ好きが止まらない。やっと見つけた。好き好きビーム。ああ。夫数円。もう終わったの。びっくりした。ああでももうほぼ終わりじゃん。やば。でも考えたね。ここならフルネーム。見つからずに一人でこもれる。うわ。どうしてスバルは。ここにいるの。スバルはロズワールみたいに体が弾けないのって、実は弾けてないにしても結構痩せ我慢してんだよ。そうなんだ。エミリアタンがここにいるかは半分信じてて半分願ってた。半分半分。見つかってほっとしたぜ。安心しただけ。お、怒ったりしてない。まさか俺に怒られるの怖がってんの。怒っちゃいないよ。焦りもしたし生きた心地がしなかったけど。怒ってないんだエミリア。スバル、私のこと怒ってないんだ。怒ってもくれないんだ。どうして怒ってくれないの。お、私勝手なことしたでしょ。困らせることしたでしょ。黙っていなくなって心配かけて怒らないのは期待してないからじゃないの。失敗する私にそれでも優しくしてくれるのはがっかりしてないからじゃないの。うまくいかないってそう思ってるからじゃないの。違うエミリア、俺はそんな風に思っちゃいない。それなら、それならどうして、どうして約束守ってくれなかったの。スバルもパックも約束破ってどこか行っちゃう。私を置いてどこかに行っちゃうの。スバルの嘘つき、パックの嘘つき、嘘つき、嘘つき。約束破るのはダメ。エミリア、俺は君が好きだ。毎夜毎夜同じ試練に何度も何度も突っかかりやがって。試練がなんだ、たかが過去だろうが、過ぎたことにいつまでもうじうじしてるんじゃねえ。代わりにやってやろうとすりゃ、私がやらなきゃって意地張りやがって。確かに。失敗じゃ口先ばっかじゃねえか。あげく、ペット兼保護者がいなくなったら、役目も放り出して大泣きしてふて寝かよ。いい加減付き合いきれねえぜ。求めてたもの。スバルだって私のことそう思って当然で。けど俺は君が好きだよエミリア。3度したね。好きで。俺は君が好きだよ。好きで好きで好きでどうしようもないくらい好きだ。おお。なんで
急に。超綺麗なその銀髪も好きだし、潤んでて宝石みたいな紫紺の目も好きだし、聞くだけで夢心地になれる声も好きだし、スラッと長い手足とか色白の肌とか身長差とか理想的すぎてたまらないし、一緒にいるだけでドキドキが止まらなくてもうやばい。ちょっと抜けてるとこも好きだし、何でも一生懸命なとこ可愛いし、誰かのために必死になれるとこ尊敬してるし、自分のこと後回しにするとこはほっとけないって思うし、うん、君の全部の表情を隣でずっと見てたいって思う。やば。こんな時にふざけないでよ。なんで急にそんなこと言うの。そんな話してなかったじゃない。スバルは私が点でダメだって、私なんか見てられないって。ああそうだな。だったらどうしてダメな私を許すのよ。その答えだけならもう何度も言ってる。俺が君を好きだからだよ。お、俺は君にぞっこんだ。君の全部が俺には輝いて見える。もちろんダメなとこだってあるんだよ。天使でも女神でもない普通の子で、辛くて泣きたくなることだってあるし、嫌なことから逃げたくなる気持ちがあるのも分かってる。でもそんな弱いところとか醜いって言えるところまで含めて、うん、俺はエミリアって存在が丸ごと好きなんだ。見てるんだよねエミリアを、全てを。くっすぎるじゃない。ダメだってたくさん言ったくせに、それでも好きなんて信じられるわけない。違う、頭から間違ってんだよ。何がどうだから信じられる、だから好きだ、そうじゃねえんだ。俺は君が好きだ、だから信じられる、こうだ。好きってだけで信じる理由になんてならない。好きってだけで信じられねえんなら、誰が好き好んでお前みたいな面倒な女のためにこんな苦しい思いまでして助けに来なきゃならねえんだ。お前が好きだ、頭がおかしくなるぐらい、死んでもいいぐらいお前が好きだ。だから痛いのも苦しいのも我慢して、今も吐きそうなのにお前の前に立ってんだ。そんなこと私お願いしてない。勝手なことばかり言って、スバルこそ私の気持ちなんて何も考えてくれてない。スバルが私のせいでいつも傷ついてるの、どんな気持ちで見てるか全然わかってない。わかるもんかよ、考えもしてねえ。俺が考えてんのはお前の前でカッコつける方法ばっかだ。人があれこれ苦労してんだ、少しは思い通りに可愛い顔しろよ。お人形さんみたいに言わないで。なんで約束破ったりするの。お願いしたこと守ってくれたらそれでいいのに、なんでそれをしてくれないの。私のこと本当は嫌いなんでしょ。好きだ。嘘つき。嘘じゃねえ、お前が好きだ。だったらどうして、どうして約束を破ったの。言えねえ。約束を守って朝まで一緒にいてくれたら、きっと私スバルを信じられた。スバルを信じてきっと全部を預けられた。なのにスバルはバッグがいなくなって、記憶がちょっとずつ戻ってきたの。私の中に知らない景色が、覚えてない会話がどんどん溢れてくるの。今までもちゃんと覚えてるはずだったのに、勝手に忘れてなかったことにして、記憶が全部戻った時、私どうなるの。今の私は私なの。大事なこといっぱい忘れて、母様のことも忘れて、なのに私は間違ってないの。大事なのは最初でも途中でもなくって最後なんだから。おお、ここで。そうだよな、お母さん。エミリアがどんな思い出を思い出しても何も変わらないよ。俺はお前が好きだ、ずっと好きなまんまだ。信じられない、スバルが好きだってそう言ってくれる私、いなくなってもまだそんな風に言える。たとえ何がどうだろうと君はいなくならない。俺は君が好きだ。嘘つきのくせに、信じさせてくれなかったくせに。うん、なら信じさせてやる。そう、嫌なら避けろ。おお、おお、まさか。おお、うわお、やばっ。お前が好きだ、どんなにダメなとこ見ても、どんな風に言い合っても、それでも俺は変わらずエミリアを好きなままだ。それは何があっても変わらない。前より好きになるぐらいだ。だから俺は君のことをずっと信じてる。どうしてかって言うなら、好きだから。とん、この知らない記憶が溢れてきて不安に思って怖いのも当然だ。でも歩いた道は消えない。おい、エミリアは大丈夫だよ。どうしてそんな風に言えるの。やば。大事なのは最初じゃない、
最後だからだ。俺の世界一尊敬する女の人が言ってた。おお。大丈夫だよ。俺はお前の味方だ。何でも思い出したらいい。それでもまだ怖いなら見つけよう。見つけるって何が？俺がエミリアを好きな気持ちで突っ走れるみたいに、エミリアもいろんな不安を蹴っ飛ばして突っ走れるようになる大事な気持ちをだよ。その大事な気持ちが俺に向けられるのを期待したいとこだけどね。うん。私の大事な気持ち、この記憶を全部取り戻した中にあるのかな、私の大事な気持ち。まあ、きっとあるぜ。歩き続ける理由が。信じる理由。うわぁ、すごい、すごい。なーにもう、このまま終われよ、なんやねん。待たせたな。別に、待っちゃいねえ。いや、なんで大丈夫かよ、これ。もう怖いよ。自分の血なのか、帰り血なのか、わかんねえけどさ、もう結婚しちゃえや！わかる？やべえな。いや、たまらんですわ、本当に。なんだろうね。もうね、神回っすわ。超神回。超神回。全部ひっくるめて神回やわ。オットーに始まり。オットーに始まり、なやこいつって。こんなやる男ですか？難しい方の感じの男。あ、そんなことが裏にあったんや、みたいな。友達で尊敬できるやつで命の恩人で、そういう思いがあったのね。で、何あの能力？加護、ここでも加護出ましたね。今のところ出てるの何だっけ？風の加護だっけ？フェルの何の加護だっけ？なんかそんな感じやんな。なんか風だか。何もすげえ適当に似てるわ。多分風やろうな。なんか雰囲気で風で似てるわ。なんか、まあ。あとなんだっけ、他にもなんか加護あったよね。もう一個ぐらいなんか出てきたな。トータルこれで三つ目か。もう一個はもう絶対今日出ない。そういう日。だからあのコメント欄にします。もう絶対出ないから。出ない日です、今日は。で、やっぱね、ラムとの絡みもいいっすね、夫。うん。化学反応起きてるな。うん。漫才やった方がいいわ。うん。二人でやった方がいいわ。あんな緊迫した状況でさ、あんなボケかませないやん、夫。すごいよ。マジで。もうその流れ素晴らしいし、本当に最高だったし、からのこの最後。まあ、前にあった喧嘩に関しては、その、ユリウス事件の時ね。あの喧嘩、なんで喧嘩っつうか、なんつうか、あれ違うんだよ。あれはなんかこう、違うなっていう話でさ、今回のはなんか、ストレートに自分の意見を言ってる。そうね、あの喧嘩はなんかちょっと、思ってもないことを言っちゃって、なんか暴走してる。今回はまたちょっと違うというかさ。まあ、すごくいいよね。うん、吐き出せて、空っぽになったところからのみたいな。うん、求め合ってる。いいじゃない。で、最後の、やっぱいつも、こう、大事な時に頼るのはパックなわけだから、そこのところに自分も入りたいよね。っていう、スバルの気持ちもめちゃくちゃいいじゃん。いや、神回っすわ。これはもう、やばい。いろんないい回あったけど、本当になんかね、ジャンルってあるんすわ。神回に。うん、レムの時の、あの神回、タイトル回収の時の、方向性。そっち、同様の、神回を感じる。いろいろあるじゃん。なんか、ね、神回っていうのは、いろんなのあるんだけど、そのジャンルで言うとそっち側。すごくいい。めちゃくちゃいい。サイ&コーです。はい。ということで、気づけばもう40話。ね、早いもんですよ。うん。こっから、まあ、後半戦へと入っていくわけでございますけども。ね、このまま走り抜けます。そして、3期来たら、秒速でやります。みんなで一緒に楽しんでいきましょう。で、まだ、グルチャ入ってない方は、そこ入ってね、ディスコードっていう無料通話アプリのグループチャット、概要欄にリンクがあります。で、メインシップ入っていただいて、そこから、YouTube のトップページのコミュニティの隣にあるメインシップ用のコミュニティってのが出てくるから、それちょちょいと下に行くと、リンクがあるんでね、ディスコの、そこへ、よいしょと入っていただければ、
ね、今回もこの、ね、40話終わって、グルチャにリゼロ部屋があるんで、リゼロ部屋でいろいろと多分語ってると思います。みんなでね、わちゃわちゃやりましょう。はい。ということで、あ、全然関係ないけど、オバロがなんか映画やってるみたいですね。なんかグルチャでみんなが、オバロ映画行ってきたって言ってて、ね。俺まだオバロ見れてないんで、まあ、リゼロがこれが終わって最新話に追いついたら、この枠で、オバロをやりますから、ね。引き続きよろしくお願いしますというところで、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!